こんにちは、トローネースチャンネルまさびです。じゃあブレーダーの、新型ドローンフレーム解説プレゼン企画もあるよっていうのにね、応募したんですよ。でそしたらね、ちょっと、当たった、当選したみたいなので、まあね、レースとかではね、今までね、ジャプレーダーの子たちと対戦してきて、まあ散々負けてきましたけどね、まあ、何年か一回勝ったこともあるんですけど、大概は負けてますね。でも子供たち今早いんで、まあちょっとね、このフレームもね、結構興味あるんで、ちょっと興味ありますよってコメントしたら、あの当選したので、ちょっとね、その当選したこちら届きましたんで、ありがとうございます。で、まあ、住所があるからね、よいしょと、で、まあこちらね、じゃじゃーんと、じゃあプレーダーからね、お手紙と期待、もうね、組んであるし、これね、当初言ってた通り組んであるんで、これひっくり返しちゃった、はいはい、組んであるんで、もうこのままね、やればいいんですけど、まあ逆に組みすぎてあるんで、まあまあ上をね、一回外して、ここら辺とかね、上トッププレート外してばらさなきゃいけないんですね。でここにモーターと ESC を接続して、 ESC、まずは ESC、FC、フライトコントローラーね、フライトコントローラーと ESC をつないで、であとはカメラ、VTX、 あとは受信機、あとは何だろうな、動くね、飛ぶね、あとは バッテリーは ESC につなげばいいから。でこの機体は、フリースタイル用なんで、まあ、今ここに解説してる、解説してるね、解説してるんですけども、フリースタイル用なんでバッテリーを上に積むスタイルなんですよね。でここにカメラはね、カメラマウント、でできればねGoPro マウント欲しかったな。GoPro の、なんだっけな、ヒーロー、あ、GoPro7、7が乗るようなね、やつがね、マウントがね、こちらではね、あったんですよね。それをね、ちょっとね、手に入れたいと思います。まあちょっとね、誰か作ってもらおうか。ちょっとね、ジャップがね、ジャップレーダーでね、発売してくれるといいと思います。で、そうですね、ザンフレーム。ジャップレーダーのザンフレームってやつだな。でこうやって手作りでね、なんかね、工場じゃないけど、まあ、スタッフが組み立ててから発送されるっていうので、初めて組む人でもね、いいんじゃないかなと。要は、フレームだけ届いて、初めてだと、順番が分かんなかったりとかね、して、そっから、あれって設計、海外から行くと、ね、設計図がない時もありますからね。それがないので、一回まず形を見てると、まあわかるかなと、まあ、あとはこれバラして、まあ、ちょっとバラしてね、ここら辺多分トッププレート以外は外さなくてもいけるのかな。カメラとかちょっといけないかもしれないですけども、大概いけそうだな。で結構カメラはいいサイズのものが入るね。最近マイクロがね、ちっちゃいマイクロカメラが主流なんですけども、これはちょっと前の形、ま中ぐらいの形なんでも入るね。フォクサーのアロー入んねえな、アローミニぐらいで入りそうですね、多分あるんじゃないかな。でもアローのマイクロとか、最近マイクロのねカメラじゃなくてもいけそうな気がします。いけなかったかもですね。でこれの感想ね、見た感想は硬い、足しっかりしてて、この赤いところは効いてますね、赤いところ効いてて、結構ね足はフレームしっかりしてるんでブレなそうですね。で太いし、うん、太いけどそんなに分厚くない。結構フリースタイル系の機体って太いんですよね、ここはね、太いんだけどそれがないので意外といいかもしれないですね。でトッププレートが唯一ねちょっと薄いかなって、まあこれは重量をね軽くするためだと思うんですよ。だけどまあ下はまず割れなそう、そう割れなそうですね。まあ、折れることはまあまあないとは言い切れないけど、一番危ないのはトッププレートかな。トッププレート 薄いですからね。けどまあまあここまで分厚くしちゃうとね、今度ね重みが出てきて、その分ここにね補強が入ってますね。
補強がね、ここ短いここね、ここだけ正面からぶつかった時の補強が入ってます。まあまあコンクリにぶつかったらね、どんな補強してても、ね、ダメなんだけど、まあちょっと強そうですね。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,8本、このねネジ締めがちょっとね、フリースタイル機はねめんどくさいんですよ。レーサー機ってだいたい4本とかね、少ないやつだともっと少ないかもしれないですけども、で組めまあだいたい4本かな、4本止めが多いですけど、倍なんですね、8本止め。それがふとは外すときめんどくさいけども、とりあえず中をね、中は広いので結構乗せれると思う。でここね、これが1本同士でついてるんで意外と面白い形だなと思いますね。ちょっとねこれ楽しみなんで、今ねモーターを頼んでて、 ESC、FC もね頼んだところなのかな、これから届くと思うんですけど、まあ、モーターに関してはちょっと、レーサー機で使ったコブラ系を使う可能性があります。ロックセルはちょっとね、間に合わなそうなんで、4セルで最初はね組んでみようかなと思います。でまあ4セルで組んでみて、様子見て6セルに乗せ替えてみようかなと思ってます。まあ、ちょっと楽しみなんでね、今回はザンフレームが、ジャプレーダーのザンフレームが届きましたよっていう動画でした。ちょっと使ってみた人はね、これから発売になると思いますんで使ってみてください。ありがとうございました。ちょっと嬉しいですね、こういうの当たるとね、めったねもらえることはないんで、ありがとうございました。このね、赤がね効いてていいっすね。赤が効いてるね。で横もなんかジャパンカラー、あ、青か、そうね、アストロとかはねブルーでね、ジャパンカラーとか出てるんですけど、でジャプレードは赤が多いですね。赤使ってることが多いですね。まあフレームねかっこいいで、ちょっとこれ足を止め方でなんかね角度が変わるらしいです。今だとこれ横広だよね。で縦長にもできるんですよ。でさっきとちょっと縦長にすること多いんですけど、あとはこれを前と後ろでこの足をくるっと回すとなんかね角度が変わるみたいなんですね。それはねちょっとね試してみてください。でこれが6インチだっけな、5インチだっけな、なんか言ってたな。ちょっとねそれはねこちらの動画を見てね確認してください。はい、どうもありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。